有吉はそんな理屈が強くないと思うな。マツコ・デラックスはかなりね、論理的な人、有吉もね、論理的なんだけど、有吉の論理はね、肺活量が少ないんだよ。つまり、論理的っていうのは自分が考えてることを本当かな、本当かな、本当かなって言って検証する。いわゆる水の中にずっと潜っていく、なんかいけないんだけども、有吉ってさ、潜り方うまいんだけどさ、肺活量がないからすぐにスッと上がってくるの。つまり、要するにこれなんだよとか、要するにモテたいんだよ、要するに金なんだよっていうふうに、頭はいいから論理ちゃんと組めるんだけど、肺活量が少ないからすぐに上がってきちゃうんだよね。で、マツコ・デラックスの場合は、肺活量がとてつもなく大きいんだよ。多分、自己否定する人生がかなり長かったからだと思う。だから、ぐわーっと潜っていくんだけども、なんかね、掴んできたものっていうのが、だから、私こう考えるんだけどっていうふうにマツコが言った時の、あの迫力というか、言葉が出た時に僕らはうおって聞いちゃうのは、その肺活量というか膨大なマツコの中で、それまで似たようなことを考えていることの雰囲気が多分見えちゃうから、俺らはそこに注目するんだっていうような。肺活量はすごく大きいんだけども、有吉みたいにパッと考えてポンと出せるっていうスピード感覚がないから、マツコはそのバラエティ番組のコメンテーターみたいなものを今やらされてるけどさ、あれすごいかわいそうだよね。本当はこういう番組やるべきなんだよ、マツコ・デラックスは。あの人は長時間喋っていって、こうやっててなんぼの人なんだけど、ただ残念なことにピン芸人っぽくない。一人で延々喋るというふうなことを本当にさせちゃうときついから、多分2人ぐらいなんだろうね。マツコの話をひたすら引き出すというふうな形をやってればいいんだよ。だからついついそのテレビ局としては、マツコのビジュアルがあれだから、相手として爽やかな人とか美人とか置いてっちゃって、その対比で絵作りしちゃおうとするから、なんかね、内面の凄さっていうのがなかなか出せない。凄さ出したら本当に放映できるのかどうかちょっと疑問なんだけどね。ニコ生ならできる。ニコ生な、ロフトプラスワンが一番いいと思うけどね。ニコ生ですらないな。ロフトは有料だからな。金払ってやれよ。 ああ、違うな。金払ってやれよっていうのは正しくないな。ロフトに行ける人は金を払ってあげて、で、無料で配信するっていうのが一番いいんだろうね。なんかそういうのがもうだんだんパターンになってきて、俺とかは楽しくんだけどな。特に見たくないです。見たくないか。俺見たいよ。マツコ・デラックスが30分以上語ってきたらどういうふうなものが出てくるのかっていうのはかなりへんてこだと思うな。有吉さんは30分以上話してもそんなにね、あの人一貫して頭いいから、そんな変なもん出てこないんだ。だからさっき言った肺活量が少ないから、こうすぐ潜ってすぐ出てくるから、多分1時間話してもあんな感じだと思うんだよな。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。